師団。師団、師団は、軍隊の部隊編成単位の一つ。旅団、団より大きく、軍団、軍より小さい。師団は、主たる、作戦単位であるとともに、地域的、または、機関的に独立して、一正面の作戦を遂行する能力を保有する、最小の戦略単位とされることが多い。多くの陸軍では、いくつかの旅団、団、または連隊を含み、 いくつかの師団が集まって、軍団、軍党を構成する。師団の編成については、国や時期、陛下によって変動が大きいが、21世紀初頭現代の各国陸軍の師団は、2から4個連隊、または旅団を機関として、不評、公兵、公兵等の戦闘陛下及び兵団等の広報支援部隊などの諸陛下を連合した6000人から2万人程度の、 兵員規模の作戦基本部隊である。多くの国において、師団長には、少将が補せられるが、日本やブラジルと中南米のいくつかの国のように、中将が補せられる国もあり、またソ連ロシアや東ドイツ等の旧統欧諸国では、大佐が務める例も見られる。師団は、幕僚部、師団参謀部、師団副幹部、師団法務部など、を固有する、最小の部隊でもある。従来、 陸軍は雑多な兵か混成集団であったが、それを師団に分割して、一定の規則性を持った部隊に編成することによって、部隊の管理を適正に行えるようにした。欧州での師団の、ディビジョンなどはフランス語の、ディバディア、イコール分割から由来しており、1759年、7年戦争の、折に、フランスのブロイ公爵、ビクトル・フランソワが軍を分割して、 師団の編成を追ったことに橋を発する。その後、フランス革命戦争時代に、ラザール・カルノー陸軍大臣は、師団、ディバディアに、独立作戦能力を与えた。ナポレオン・ボナパルトの時代には十一師団を編成し、ヨーロッパを接見した。フランスに抗戦したオーストリアやプロイセンも師団編成を習い、やがて、欧州各国軍の標準的な組織形態となった。 この頃の欧州各国軍は一つの師団を二個旅団六個連隊から八個中隊という構成にしていた。ディビジョンという語はこれら欧州の文化を源とする欧米諸国の陸海空軍いずれでも用いられており、陸軍及び海兵隊では師団、海軍では隊または分艦隊、空軍では航空師団などと訳されることがある。戦闘部隊の組織を整理して管理を容易にしたことで、 陸軍は外政の能力を高めた。それぞれ兵団を持ち自己完結性を有する各師団は、独立して外地で作戦を遂行することができるようになった。日本語における、師団という単語は、1888年、明治21年2871年、明治4年以来の陳代を改変して、西洋と同様に6個の部隊規模へと分割したときに、 新たな名称として、ドイツ語のディビジョンの和訳として、師団が当てられたものである。師団の師という言葉、または文字は中国の州の時代の軍隊の単位である師に由来し、これは五個の旅をまとめた計2500人からなる部隊を意味し、五個の師で軍を構成していた。中国人民解放軍は、今でも日本でいう、師団は師、旅団は旅,団は旅と呼んでいる。 明治期の日本陸軍では主力の不評部隊にこれを支援する砲兵、騎兵、工兵、兵隊の各部隊を組み合わせて不評師団としていた。1888年の師団組織発足から50年間ほどは師団内は2個旅団2個連隊から3個大隊から3、または4個中隊という組織形態をとっていたが、 中国大陸での戦線拡大で、師団数を増やす必要から、1937年、昭和12年以降順次、師団から旅団を省いて3個連隊から3個大隊から、3、または4個中隊という組織形態に改めた。初期形態では1つの師団が4個連隊で構成されていたため、4単位制師団と呼ばれ、改装後の形態では1つの師団が3個連隊で構成されていたため、 三単異性師団と呼ばれる。その後、広い中国で治安警備用の部隊を分散配置させる必要から、師団内から連隊を省いた、構成の二個旅団四個大隊四個中隊という、師団も編成された。第二本帝国陸軍では、三個不評連隊を統括するために旅団に代わって、不評団が置かれた。 日本陸軍初の三単位制手段は1937年9月30日編成の第26手段である。第1次世界大戦頃までは三角手段などを含む不評手段と騎兵手段くらいしか存在しなかったが陸軍の近代化とともに飛行手段、空挺手段などの様々な兵科手段が置かれるようになった。三角手段は 山岳戦闘を専門とする手段で、登山に必要な装備や訓練を受けている場合が多い。山岳では、運搬が困難な重砲は装備していないが、分解して、人力で、運搬可能な三宝を装備していた。空挺手段は落下産効果、エアボーンによって部隊が展開される手段であり、山岳手段同様に重砲の装備はなかった。機械化不評手段は、 部隊の移動が徒歩ではなく走行車やトラックのような自社によって行われた手段のことであった。米海兵隊の海兵手段は上陸専用の不評手段であり、揚陸艇や揚陸艦によって展開される不評手段であった。21世紀初頭現在では各種手段も変容し、山岳手段であっても戦車を保有し、空挺手段の進行方法も落下さよりは、 ヘリコプターや車両が中心となり、機械化不評手段も自動車が行き渡った現在におては、徒歩以外での移動手段を保有せず必要に応じて、他の部隊から機械力の助けを借りる、軽不評手段と呼ばれる、不評手段以外の全不評手段が機械化、自動車化されていると言える。米軍の海兵師団も集停による着上陸と同様に、 ヘリア垂直離着陸機による進行手段を備えている。中世からの乗馬による戦闘部隊であった騎兵師団は重砲の発達で一度なくなったが、手団より小さな規模でのヘリコプター主体の部隊名に使用されるようになっている。1888年5月12日に6個賃貸を廃止、それに代わって6個師団が置かれた。これが常設師団の始まりである。 第日本帝国陸軍では、高級的な部隊である、不評連隊と他の諸兵艦を持って組織された、戦略艦である師団という単位を重視し、陸軍中将を持って欲しさらに特に親捕食としていた。日中戦争開戦以前の平時において、海外領土等には、朝鮮軍、台湾軍、関東軍、シナ中東軍の四軍があったが、このうち霊下に常設師団を持つのは、 朝鮮軍のみであり、他は、師団と比べて、規模兵力が、特に大きかったとも言えず、大日本帝国陸軍とは、内地における師団と、海外領土等におけるあるいは臨時に編成される、軍との集合体であるともいえ、それぞれ天皇に直令し、天皇のもとに大日本帝国陸軍総司令官といったような軍職はなかった。また、内地における、日本軍の戦略組織は、 師団のみであり、常設師団が内地での軍政及び作戦と教育を担当した。このため、有事の際に師団が外地に出征すると内地にいる師団が置かれた。なお、太平洋戦争開戦から末期にかけて、四内市三個不評連隊を機関とした通常の師団のほかに、戦車師団、降車師団、飛行師団等の専門部隊のみの師団が編成された。 これら専門部隊のみの師団は、管区を持たず、軍政には関与せず、作戦においても、他部隊との連携を前提としたもので、単独での作戦遂行を目的としたものではない。師団長と師団は、その干渉事項が軍事面に、管轄区域が士官に限られ、軍政及び人事に関しては、陸軍大臣から動員計画及び作戦計画に関しては、 参謀総長から教育に関しては、教育総監からそれぞれ苦笑を受けるものの、天皇直属であるということでは、総理大臣及びその干渉する政府と同じであり、志願長の地位は高く、医薬の機関の長として、統帥事項に深く関わる陸軍大臣や参謀総長には及ぶべくもないものの、陸軍次官や参謀次長よりは上位であった。 しかし、師団が増設され数が増えるに従い師団長の地位も次第に低下した。師団司令部条例、明治21年5月12日直例、第27号によると、師団長の権限等としては次のものがあった。師団司令部条例、明治21年5月12日直例、第27号によると、師団司令部は原則として、次の構成とされていた。以上。 監督部を除いて、中将1名、左官道総統官4名、伊官道総統官12名、巡視官、下士18名の合計35名とされた。この異士団、戦車士団、降車士団及び飛行士団を除き、士団について単に大士団と数字のみ関して故障した。士団制発足時の番号は、近代制の軍艦の番号をそのまま、士団番号とした。 これが第一手段から第六手段である。その後は編成された順に、手段番号を順に増加させていった。うがき軍縮による手段廃止に際してはその番号は、欠番とされた。日中戦争勃発後は、先のうがき軍縮で欠番となった手段番号を復活させたほか、次々に数を増やしていった。大量動員の中には、霧の良い番号でまとめた手段もあり、 1940年に、主に内地での補充任務を期待して設置した第51から第57の50番台師団がそのはじめである。留守師団の担任で編成された特設師団に100番台の番号を振った第101師団など。そして、昭和20年、1945年4月には、本土決戦第二次兵備として編成した師団に200番台の番号を振った。 第201師団など、師団の軍隊符号は D が使用され、1D、第1師団、2D、第2師団などと記した。この絵師団は GD である。1950年、昭和25年発足の警察予備隊は、艦区隊編成、艦区総幹部及び連隊その他の直轄部隊からなる、を採用し、4個艦区隊、第1艦区隊は、 東北南部から名古屋、新潟まで、第2管区隊は、東北北部一北、第3管区隊は、中部、四国、中国の大部分、第4管区隊は山口及び、九州を管轄するを置いていた。1952年、昭和27年当時の管区隊の編成は、3個、普通科連隊、特科連隊、偵察中隊、施設大隊、補給中隊、通信中隊、 武器中隊及び衛星大隊からなる約1万5千人の部隊であった。保安隊時代1952年10月15日から1954年昭和29年には管区隊の数は変更はなかった。1950年12月以降における各管区隊の編成は下記の通りである。管区総監には警察官、保安官、または 警察官補、保安官補が当てられた。当時の隊員からは扱いやすい部隊と、好評であったという。陸上自衛隊では、師団の上位に、方面隊、平和憲法を尊重する、自衛隊用語では、軍という表現は避けられているが、実際には軍に相当する単位であり、英語では、アーミー、軍と訳されているが上知されている。師団長は、陸将、中将相当であり、 第7師団除き、3個または4個普通化連隊、不評連隊に相当する機関とする編成である。定員は6300から9000名と幅があり、その規模は旅団程度である。自衛隊発足後、順次艦区隊の増加及び混成団の編成が進み、第1次防衛力整備計画中の1958年度までに6個艦区隊4個、混成団体制となる。なお、 1961年、昭和36年当時の艦区隊の編成の単位は12,700名であった。そして、昭和36年法律第126号による自衛隊法改正により、艦区隊が廃止されて、死団制が採用される。これにより、1962年、昭和37年に死団編成に改変される。その際に、 当時のアメリカ陸軍の編成であったペントミック師団を参考にし、高師団四個普通化連隊を主力とする定員九千名、オッツ師団三個普通化連隊を主力とする定員七千名、兵師団、オッツ師団に準じた部分的機械化師団の三タイプに分かれることとなり、また普通化連隊の代替が廃止された。これらは前述のように世界の軍事常識的見地から見れば、 旅団程度の規模でしない。規模を縮小した理由として狭いな日本の地形に合わせたとされているが、それは建前であり、実際には将来25万から30万名程度への定員像によって人員を受け入れ、13個の戦略単位を編成するための基盤とするためであった。しかし、定員像どころか18万名の定員を満たすことも叶わず、結局、 規模の小ささゆえの継戦能力の乏しさ、規模に見合わぬ、過剰な装備密度による運用の難しさゆえの隊員たちへの過大な負担、過剰な連隊長以上の高級指揮官ポストによる階級バランスの崩壊、さらには参考元になっているペントミック師団が抱えている編成上の問題点がそのまま本師団編成に当てはまるといった問題を内包する結果となった。当時は、 広報支援職種部隊は、師団直轄部隊であったが、後に、広報支援連隊が新設されてその令下となった。また、師団司令部付け隊の科学防護小隊が独立して、科学防護隊とされた。また、広報支援連隊令下の武器大隊等が解組され、整備大隊へ移行した。いくつかの師団は担当警備地区の状況により、旅団へ移行するなど、 陸上自衛隊の師団の編成も時代の数勢により編成を改めていった。中期防衛力整備計画2005年度から2009年度についてによって示された陸上自衛隊の師団のあり方は次の通りである。北海道に配備されている師団は総合近代化師団とされ、本州以南に配備されている師団は即応近代化師団とされ、 即応近代化師団の中でも東京、大阪に配備されているものは整形中枢タイプ師団とされる。なお、第5師団は旅団化のため欠番である。また、以前は第11師団以降、第13師団まであったが、これらも旅団化している。なお、防衛計画の対抗の改正に伴い、師団、旅団管内に編成されている即応予備自衛官を機関とするコア部隊。 普通科連隊は2006年、平成18年3月より順次編成されている、混成団方面混成団編成外となっている。また、2017年度末より戦闘団に準じた、編成を持つ即応機動連隊の進展が、開始されている。現在置かれている、陸上自衛隊の師団は次の通り、陸上自衛隊の師団等一覧も参照。陸上自衛隊の団、 第2、第7師団を除くの標準的な編成は次の通りである。自衛隊法施行令、昭和29年政令第179号及び陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に関する訓令、平成12年陸上自衛隊訓令第25号等により、師団長は陸将、副師団長は陸将補、2、もしくは一等陸佐、1、幕僚長は一等陸佐、 1. 1連隊長は1差。2. 副連隊長及び大隊長は二等陸差が当てられる。なお、中等機指令を兼ねる。大隊長には一級上の一等陸差。3が当てられる。また、音楽隊を除く、各隊長には二等陸差を基準として捕食される。音楽隊長は一等陸位または二等陸位が当てられる。ドイツ軍の挙げた。 大きな戦火に触発されて、アメリカ陸軍は1940年6月より、気候師団の編成に着手し、7月15日付で2個、気候師団が編成された。これは、3個戦車連隊、気候砲兵連隊、1個気候不評連隊、気候砲兵大隊、気候工兵大隊、気候偵察大隊によって編成されていた。1942年、 アメリカ陸軍は気構師団においてコンバットコマンドと称する新しい編成を採用した。これは零化部隊を持たない戦闘団司令部を2個、師団司令部零化に常設しておき、必要に応じて様々な部隊を配属して戦闘団を編成するというものである。1943年にはコンバットコマンドをさらにもう1個増設するとともに、 連帯編成を廃して、師団霊下に直接各大隊を廃した編成が採用された。ただし、1943年型気候師団では気候兵力がやや減少することから、1942年型気候師団も重師団と称されて数個が存続することとなった。第二次世界大戦末期、欧州戦線に投入されたアメリカ軍不評師団の編成である。 連帯レベルの不評法として M305mm 榴弾砲を有し非常に強力な支援火力を発揮することができた。ただし当初や山岳地形の多い太平洋戦線においては大火力と引き換えに移動が困難となる M3 の代わりに分解して人力搬送できる 75mm 榴弾砲が配備された。朝鮮戦争に投入されたアメリカ軍師団の編成である。 基本的には、第二次世界大戦当時の編成を元にしているが、不評連帯に配備されていた火砲が、迫撃砲や無反動砲に変更されて、やや軽量化されている。ただし、最初に投入された日本中トの第24、不評師団はいくつかの部隊を書いた編成となっていた。ロッサード再編成系不評師団、いわゆるペントミック師団である。 ある程度の独立作戦が可能な戦闘軍に分割し、迅速に離合集散を繰り返すことで、戦術核兵器の攻撃対象となりうる部隊、集結状況を裏し、残存性を高めている。さらに、戦術核兵器を運用するために、志願砲兵として、MGR-1 地対地ロケットが配属されているのも特徴である。ただし、 ペントミック戦闘軍は7個中隊を常時指揮下に置き、さらに戦車や工兵など2から4個中隊が増強されるため、大替結節を失った連隊は指揮上の負担が問題となった。また、戦闘軍あたりの火力が貧弱であることが指摘されたことから、1960年代初頭には、手段再編計画、ロード・リーローガナゼーション・オブ・アーミー・ディビジアンスによる、 再編成が発動された。師団再編計画によって再編成された、いわゆるロード師団である。ペントミック編成において、指揮、統制上の弊害や、各単位部隊の打撃力不足が指摘されたことから、朝鮮戦争時に近い三単位制に復帰している。また、編成の柔軟性を確保するため、1943年型機構師団と同様、零化部隊を持たない。 戦闘団司令部を常設して、師団司令ブレーカーに、大隊級の部隊と並列して編成し、必要に応じて、各戦闘団司令ブレーカーに部隊を配属して、運用するという手法を採用した。ロード計画による一般師団をもとに、欧州正面に配備された重装備の師団である。これらの編成は、アメリカ陸軍の新しい戦闘競技である、アクティブディフェンスドクトリンに基づいて決された。 いわゆる86年型手段、ディビジョン86である。これは、アメリカ陸軍が1980年代初頭より採択した新しい戦闘協議である、エアランドバトルドクトリンに対応して編成された。欧州正面において、ソ連陸軍の突進を阻止することを主眼としており、非常な重装備部隊である。1983年、 アメリカ陸軍参謀総長に就任した大将は、軽装備で戦略機動性に優れた青谷系不評師団、アーミー・オブ・エクセレンスの編成を命令した。これは、新冷戦の時代に世界各地で発生する紛争に対する初動部隊として、トレイド区、トレーニングドクトリン・コマンドが総案したもので、あったが、1980年代初頭に発表された86年型、 師団編成に見られるような、ベトナム撤退員を続いてきた重装備化の流れに、正面から逆らうような、徹底的に軽量化された部隊であった。青江警負傷師団は、約1万800名、3個旅団司令部と9個、不評大隊を機関として編成されていた。機構火力は持たず、砲兵火力も、軽量だが短射程の m 1 0五に 105mm 榴弾砲のみと、されていた。 このように、軽装備としたことにより、青谷警府表師団は C-141 位早期わずか550、早期で空輸可能とされた。青谷警府表師団の発想は、現在の不評旅団戦闘団に引き継がれている。2008年、アメリカ陸軍は、陸軍参謀総長の指揮下に、モジュランフホース海兵を発動した。これにより、アメリカ陸軍師団は、 系譜標旅団戦闘団、ストライカー旅団戦闘団、飛行旅団戦闘団、重旅団戦闘団の3種類の旅団戦闘団を組み合わせた編成に改められた。モジュラーホース改編は、米陸軍再編計画の一部として策定された。米陸軍再編計画においては、指揮統制の迅速化と戦力投入の効率化のため、従来採用されてきた。 旅団四団軍団軍という四段階の指揮系統が見直され、ウーアックスユとして再構築された。そして、司令部部隊たるアックスのうち、少々を指揮官として、戦術改定におけるものが、四団司令部に相当するものであり、戦術改定における実戦部隊である、ウーアイコール旅団戦闘団、BCT を指揮して、戦闘を遂行することとなる。なお、 これに対して、アックスの内中将を指揮官として、作戦改定において、司令部部隊となるものは、軍団司令部に相当するものとされている。モジュランフォース改編においては、部隊組織の中核は、旅団戦闘団に置かれており、司令部部隊であるユヤアックスは、臨機に、旅団戦闘団や、支援旅団を組み合わせて活動することとされている。師団司令部は、司令部 HQ と、 師団特別大隊、戦術指揮所、TACCP より構成され、人員数は900から1000名である。イスラエル国防軍の師団、ウグダ、は、現役、予備役部隊の旅団計5個旅団ほどからなる。公兵、偵察部隊は、各旅団に組み込まれている。師団長はかつては少々であることが多かったが、現在は、順庄がつく。イスラエルでは、 第一次中東戦争以来旅団を基本にして作戦を行い必要に応じて臨時で師団を編成することが多かったため永続的な部隊としての師団が編成されたのは割と遅く第三次中東戦争後の1968年12月16日市内師団こと第252機構師団が当時イスラエルの占領地であった市内半島防衛のため編成されたのが始まりである ヘブライ語では、舞台名を、第162師団や、第252師団のように表記するのだが、ヘブライ語番 Wikipedia によれば、次の3種類に分類される。第98予備役空挺師団以外は1から3個、気候旅団を持ち、気候旅団より、不評旅団の方が多くても、閉下上、気候師団に分類される。戦車定数は師団にもよるが、動員時で、 約100から300両。平時は、現役部隊の3個不評、気候旅団プラス1個砲兵旅団を機関とし、有事に、予備役部隊、第36気候師団は、不評、気候、砲兵旅団1個ずつ、第162気候師団は1個気候旅団の、配属を受ける師団。編成例として、第36気候師団の編成は、以下のようになる。 イスラエル本土及び占領地の各地域の防衛、国境周辺の警備を専門とする手段、詳細不明。平時は現役部隊の1から2個機構、空挺旅団を機関とし、有事に予備役部隊の配属を受ける手段。朝鮮戦争開戦直前、1950年5月の時点において北朝鮮軍の不評手段の編成は、 第二次世界大戦当時のソ連軍の師団を北朝鮮の国情に合わせて縮小したものであった。また、国境海戦からソウル海戦にかけて極めて重要な役割を果たした第105戦車旅団は、やはりソ連軍の戦車師団を縮小した編成になっているが、旅団としての主体的な運用というよりは分割されの不表示化協任務を考慮したものになっている。 朝鮮戦争開戦直前において、韓国軍師団の編成は、第二次世界大戦当時のアメリカ軍の師団を、韓国の国情に合わせて縮小したものであった。なお、後方の第二、第三、第五師団は二個不評連隊を機関とし、砲兵大隊を欠く、軽不評師団であったほか、朝鮮戦争開戦時の第七師団は、冷蔵外により一時的に二個連隊機関となっていた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。